エサンベ花北小島は猿払村のおよそ500メートル沖合に位置していましたが島が見えなくなったという情報を受け海上保安庁が今月20日から24日まで測量作業を実施していました海上保安庁はきょう測量作業の結果を発表し満潮時は島は目視できず干潮時には海面下に島があり海面が波立っているのを確認したとしました 海上保安庁によりますと小島が干潮時に見えなくなっていれば領海が狭まる可能性があり7月に調査結果を出す見込みです。